お待たせいたしました。これより、アドビクリエイトナウベストオブマックスを開演いたします。まずはじめに、アドビシステムズ株式会社。ジャパンアジアパシフィックマーケティング。バイスプレジデント。木之本より、ご挨拶させていただきます。それでは、よろしくお願いいたします。いや、素晴らしい映像でしたね。本当、あの。 この映像なんですけれども、株式会社、ピクスさんの制作でありました、本当にありがとうございます。であのですね、今日はあのクリエイティブなベストマックスということで、えー、このお忙しい中、お越しいただきまして、誠にありがとうございます。さまざまな領域でご活躍いただいておりますクリエイターの皆さんを一堂に会した、この場を提供することができて、大変嬉しく思います。 我々本日のイベントでは、先月、アメリカの方で開催されました AdobeMAX、こちらの方で発表されましたさまざまなクリエイティブクラウドの最新情報、こちらの方を皆さんと共有させていただくとともに、ぜひ一日のセッションを通して、日々の制作活動に役立つヒントなど、この辺のところを持ち帰っていただけたらなと思います。 われわれ、このイベントを企画するにあたりまして、3つのキーワードでテーマを考えました、それがインスパイア、ラーン、そしてコネクトです、さまざまなジャンルの作品をご覧になって、その制作の裏側を知ることでインスパイアされ、そして午後のセッションでは、多くのことを皆さんに学んでいただきたいと思います、そして普段チャンスのないようなさまざまなジャンルのクリエイターの皆さんと交流を図っていただくと。 そういうことを考えて、こういったテーマにさせていただきました。さて、あの皆さんもすでに感じてらっしゃると思うんですけれども、私たちを取り巻く技術の進化、これも目まぐるしいものがございます。で数年前には考えられなかったような、こことが日常的に我々の中で、えー、技術が使われているようになりまして、パソコンですとか、えー、携帯電話、こちらの方も、 非常に高性能になっていますで高解像度の画面になっておりましてテレビの方の高解像度ということを言いますと 4K そして 8K といったこういったまたさらに超高解像度の作品がどんどん出てくる中放送の方もそこを見据えてですねすでに実験放送がさまざまな形で行われておりますでこういってあのアウトプットされる側がどんどん変化しているわけですから これに沿って、ですね制作フローの方もどんどん変わっていかなければなりません。で、この冬ですね、12月12日に公開されます、フォックス映画のゴーン・ガールという作品がございます、こちらに今映ってますけれども、こちらの方はあは、レッド・ドラゴンで撮影された500時間余りの長編になりますけれども、これのですね、全編の編集をプレミアプロで、えー、全部行っております。 公開像度のデジタル映像へのニーズが非常に高まっております、これはハリウッドだけではございません、で日本でも次世代放送の推進フォーラムというところで、すでに 4K 放送のデータを作るツールなどとしては、えー、プレミアプロの CC が指定されております。また、この環境の変化に伴ってです、ね、クリエーターの側にもさまざまな変化が訪れております。 デザイナーがコーディングを覚えたり、はたまたウェブのデザイナーの方が動画編集を覚えると、こういったことはすでに制作の現場で起こっています。今日のクリエイターは新しいものをこう学習し、そして新しいツールを使いこなしています。例えば、今日後ほどあの登壇いただきます、浅井さんのこの 3D プロジェクションマッピングなんですけれども、こちらの方この 顔に投影されるイメージなんですがこれフォトショップの 3D の最新機能を使って制作されたようですこの対象が 2D から 3D に変わることによって非常に直感的なデザインが可能になりました当然のことながらこういったテクノロジーどんどん進化するということなので我々もそれに追いついてどん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 開発を進めていかなきゃいけないんですけれども そしてもう一つあの変化が常に起こっているのはデザインの領域です今や世界中がデザインに非常に注目していますで我々の周りにはさまざまなデザインが溢れてるんですけれどもそのデザインは人々の生活を非常に豊かにしてそして便利なものにしてでさらに、えー、この世界をより良いものにしてくれると感じていますまたビジネスの分野なんですけれども、えー それはまたあのデザインというのは良い影響をもたらしていますが、例えばフォレスター・コンサルティングというところがあのあの調査をしたんですけれども、ここではです、ね、実際に競合他社に対してクリエイティブを重要視しているあの会社、こちらの方は10%以上も収益の成長率が高いという、こういう結果が出ております。でもちろんこれはビジネス領域にあの限ったことではありませんで、 アドビはこれからも全部のクリエイターのそういったデザインの力を信じてそしてそのデザインに敬意を表しそしてこれからも長い間サポートをし続けていきたいと考えていますで先日の MAX なんですけれどもこちらのアドビマックスではあの常に新しいクリエイティブクラウドのアップデートをしているところですけれども今回は特にそのアップデートの中で一つ注目していただきたいところがあります それがモバイルですで今日のスマートフォンなんですけれどもこのスマートフォンデバイスちょっと前のフォトショップが使えるぐらいちょっと前の,あのフォトショップがガンガン動くようなこういったパワフルななものになっていますで我々アドビとしましてはこのパワーをですねあのコンテンツを消費するだけではなくて作る側制作側の方に利用できるとこう考えています。 まあ、ということで、早速ですけれども、この MAX の方で発表されました数々の最新のアップデート、こちらの方のご紹介を弊社の西山と、それと中尾の方から行いたいと思います。それでははよろししくお願いいます、はいえー、ということで、早速ですね、MAX のアップデートの内容を、えー、今日ご紹介したいと思うんですけれども、今日特にこの4つのポイントに絞ってですね、えー、お話をしたいと思っています。まずはこのクリエイイティブプロファイルですね このクリエイティブプロファイルによってまさにそのクラウド時代のワークフローといえるような制作環境が実現するということで次にそのクリエイティブプロファイルと連携しながらデスクトップとモバイルがきれいに連携していくというその新しいモバイルアプリケーションで続きましてタッチインターフェースへの取り組みこれ言い換えるのであればキーボードやマウスがない世界でのクリエイティブはどうあるべきかということに対する取り組みで最後にデスクトップアプリケーションのアップデートについてです。 でまずはこのクリエイティブプロファイルについてなんですけれどもあのちょっとこちら新しい概念なのであの口頭でこういうものですよと説明するのがなかなか難しい部分はありますが強いて例えるのであればクリエイティブクラウド上に保存されている道具箱のようなものになっていますで、この道具箱の中にはさまざまなものを入れていくことができます例えば色形それからテキストスタイルですとかさまざまな素材制作中のファイルなどなどですね でこのクリエイティブプロファイルの道具箱にはさまざまな環境からアクセスすることができますスマートフォンやタブレットそれにパソコンはもちろんですねそして非常に大事なのはこのクリエイティブプロファイルはさまざまなデバイス間で常に同期をしているということなんですねこれによってまさにそのクラウド時代のワークフローといったような連携が実現するということになります そしてこのクリエイティブプロファイルにどうやってアクセスするのかというと今回、新たに実装されましたクリエイティブクラウドライブラリーという機能です。 でこれはまあライブラリと名前が示している通りですねプロジェクトごとにライブラリを管理するということもできるんですけれどもフォトショップやイラストレーターのようなデスッアプリケーションからはパネルという形で,でモバイルアプリケーションからはうもうメニューが用意されていましてそれらの機能を通じてクリエイティブプロファイルにアクセスしクリエイティブプロファイルに素材を入れたりですとかもしくはクリエイティブプロファイルから必要なものを引き出したりそういったことができるようになっていますそしてモバイルアプリケーションです 今回、新たに9つのモバイルアプリケーションをリリースいたしましたで。名称を見ていただけると分かると思うんですけれども、モバイルアプリケーションに、つ、ま、い、あ、となるようなデスクトップアプリケーションの名称を採用しておりますで。これによりまして、どういったアプリケーション同士が連携するのかというのが、まあ、非常に分かりやすくなっていると思います。でさらに、今までも Adobe はいろいろなモバイルアプリケーションをリリースしておりましたけれども、その多くはですね、デスクトップアプリケーション機能の一部を、モバイルでも利用できるというタイプのものが多かったと思います。 で今回のモバイルアプリケーションが非常にユニークなのは、え先ほどから申し上げております、クリエイティブプロファイルですね。これを通じて、モバイルアプリケーションとデスクトップアプリケーションが縦横無尽に一つの環境として使える、連携するというところが非常にユニークな点です。でさらに付け加えますと、一番右端にあります、キャプチャーというアプリケーションですね。今回、AdobeColor、AdobeBrush、AdobeShape という3つのキャプチャーアプリという新しいアプリケーションを導入しました。 これによりまして皆様がお持ちのスマートフォンが非常に強力な制作ツールに変わるというところもですねぜひデモの方でご覧いただきたいと思います。ということで、えー、説明はちょっとこれぐらいにしておきまして早速じゃあそのクリエイティブプロファイルを通じた連携を弊社中尾の方からデモンストレーションでご紹介したいと思います。よろしくお願いします。了解しました。えー、皆さんおはようございます。えー、土曜の朝早くから、えー、本当にありがとうございます。えっとですね、私の方のセッションでは、えー、スライド出ますかね。はい。 えっとですね、2つのモバイルシナリオをご紹介していきたいと思います、えー、っと今、えー、西山の方から紹介があった新しいアプリ、シェイプ、えー、これを中心にですね、えー、まあドロー、そしてイラストレーターとの連携というのを、えー、まずはご紹介してみたいと思いますではですね画面を iPhone に切り替えますはい、えー、っと一番上の列のです、ね、黄色いアイコンこれがシェイプになります起動してみましょう。 あのー、このシェイプはですね身の回りにあるすべ、えー、てのものを、えー、一緒にベクターデータにしてくれるというです,、ね、すごいアプリなんですけれども、えーそうですね、あ西山さんいなくなっちゃいましたねこんな感じ今画面出てる、えーまあ、黄色い線があるんですけどこれがまあもうすぐにベクターデータになってしまいます今日はここで、えー、このロゴデザインをですね、えー、ちょっとですね習字で書いていただいたものなんですが、えー、撮ってみたいと思います。もうカメラ 一緒にあのバシャッと撮っていただいてですね、iPhone のカメラで撮ることができます。で黄色いところがキャプチャーされていくんですが、この画面でなぞっていただくとですね、白くなるのがご覧いただけますでしょうか。いらないところをですねここで取り除いてください。でチェックを入れて、もう今作っているのをご覧いただけますか。で私ここで名前を付けてしまいたいと思います。ここでライブでトレースしているんですよね。そうなんです。 あのこの iPhone で、えー、それができてしまうというです、ね、非常にパワフルでございます。で、えー、セーブします。えー、先ほどクリエ、えー、ライブラリという話があったんですが、これ、ライブラリに保存されました、えー、私のですね、えー、クリエイティブプロファイルに紐づ付いた形で、もうこの状態で他のアプリ、えー、あるいはですねデスクトップのデザインツールでご利用いただくことができます。えー、では画面をですね iPad の方に切り替えます。 はい、こちら iPad の画面見えてますでしょうか。はい。えっ、ー、とですね、今日はですね、これをですね、Adobe Draw というアプリでちょっと利用してみたいと思います。Draw はですね、あの Adobe Ideas という名称で提供していた、えー、まあ iPad 版の、えー、まあイラストレーターとも言うべきアプリになってます。で、えー、こちらの中のですね、えー、よいしょ。今回ですね、えー、まああの。 ドローという形でリネームしたんですが、新しい機能というのも追加されております。それをちょっとご紹介したいと思います。あのー、画面の右上になりますけれども、二十マルがついてますね。はい。これでですね、あのー、今私使っております画面見えてますかね。 デジタルペン、そしてデジタル定規というです、ね、インクアンドスライドアルバイト初のハードウェアなんですけれどもこれを使ったドローイングというのが可能になっておりますそしてこの二重丸のところをちょっとタップしますと、はい、デジタル定規というのが出てきましたあのこのドローの中でも今回使えるようになってますこれを使っていきますとちょっとですねサイズが小っちゃすぎますね これぐらいにしまして、面白いあのー、直線なんですけども、ちゃんと強弱を読み取った形を書いていくことができるんですね。はい、こういうようなですね、ドローインができるようになってます。でですね、えー、先ほどのシェイプを使って、えー、取り込んだ、えー、まあ、あのー、図形、えー、シェイプはですね、えー、こちらの えー、定規を切り替えるための、えー、メニューから呼び出してきます、えー、今アプリシェイプというところが選ばれてますが隣の、えー、こちらのタブを選びますと、えー、ライブラリーにアクセスします今私が取り込んだ、えー、シェイプがもう早速上がってきてますので、えー、こちらで選びましてでスライドを出しますでこんな感じで、えー、とここはですねちょっとペンを これでダブルタップしていただくと、こんな感じで利用していくということができます。これもすべてこちらのですね、私のクリエイティブプロファイルでひも付いた形で利用ができるという形になっています。でこれ、あのー、今度はですね、デスクトップのですね、イラストレーターの方で見てみたいと思います。はい。 イラストレーター上ではですねこちらの最新のイラストレーターにアップデートいただきますとライブラリというですねパネルが追加されておりますここで私の,クリ,エあのクリエイティブクラウドライブラリの方にアクセスするという形で利用していくことができますライブラリはですね自分でいくつも案件ごとだったりとかですねジャンルごとにフォルダのような感覚で作っていただいて切り替えながら使っていただくということができます。 でまあ、あのカラー、よく使う色あるいは今回のキャンペーンで使う色とかですねそのブランディングに基づいた色を登録しておくことができますしアドビカラーあるいはですね自分で作ったカラーテーマというのをここから呼び出すこともできますまたテキストスタイル書式を設定したりとかまた取り込んだブラシあるいはですね、まあ、グラフィック、はい、出てきましたねこちらにシェイプのデータも来ておりますでこちらからドラッグアンドドロップで持ってくるだけで 利用していくともうあのご覧いただいて分かりますよね、パスになっておりますので、またここから編集をかけていくということもできますで、これを全部選択して、今度さらにまたライブラリーの中にですね登録をして、また別のところで使うというような形でですね利用していくことが可能になっておりますこれがまさにあれですよね。はい、あのクリエイイティブプロファイルを通じてもう自由無尽に アセットが行き来するという感じですねです。もうシームレスにやり取りができると。でもう一つですね、えー。シナリオをちょっとご紹介したいと思います。今度はですね、ブラシという新しいキャプチャーアプリを中心にご紹介します。画面をですね、えー、またまた iPhone の方に切り替えます。で、カメラの出ますかね。えー、はい出ましたね。 えー、水彩絵の具がございますけれども、えーまあ、これ、ブラシ、フォトショップ用のブラシだったりとか、ですねイラストレーター用のブラシ、あるいはですね、フォトショップスケッチというですね新しい、えー、モバイルアプリのですね、えー、用のブラシといったものをですね、えー、作っていくアプリでございます。で、えー、こういうですね本物の画材から、まあ、この本物ライクなというか、ですね、えー、ブラシを作ることが可能になってます。早速起動してみます。<laughs> はい で、えー、こちらで、えー、プラスのアイコンを押しますと、えー、やはりですね、まああの、カメラに切り替わります、あるいはカメラロールから画像を読み込むこともできます。で、えー、このですね、絵の具のデータを、はい、えー、バシャっと今、取りました、で、えー、これでいいねということで、えー、チェックを押します。で、えー、こ まずですね、ターゲットという部分でスケッチ用なのかフォトショップ用なのかイラストレーター用なのかといったところを選んでいきます、またカラーブラシなのかとかです、ね、もろもろ設定がございます、ここのパラメータを変えていただくといろんな形のブラシに上のプレビュー画面で変化しているのがご覧いただけますでしょうか、で私、このプレビューのところをちょっとなぞってみます。こここでで試しなががら作っていくことができます。 で、えー、こちら、このブラシ化したい部分ですね、えー、というのを選択してあげます、ここで大きさの調整なんていうのもできます、えー、ピンチイン、ピンチアウトしていただくと、ですね調整ができます、そして、えー、こちらで、えー、このちょっとこうグレーな部分をですね、えー、抜いてあげるということも、ですねスライダーを動かすことで可能になっております。 えー、さらにです、ね、設定というところでもろもろの設定を行っていくことができるんですけども、えー、こちら、今日はこの辺にしておきまして、えー、名称をつけてみたいと思います。で、これで保存するだけで、えー、またライブラリに保存されたわけですね。えー、ですので、ここで保存した、えーまあ、あのこのブラシはですね、ほ、えー、のところでまた使えるという形になります。では iPad の画面に切り替えます。 今度はビットマップ系のドローイングツール、フォトショップスケッチ、こちらでそのブラシをちょっと使ってみたいと思います。まあ、スケッチアドビスケッチという形で提供していたアプリなんですけれども、今回です、ね、まあ、このブラシ機能というのが入ってきております。えーっとですねまあ、プリセットのブラシもいろいろ面白いものが入っております。例えば、このブラシですとこんな感じ。 のことがけけたりしますども今、ブラシ CC を使って取り込んだのはこのブラシのプルダウンメニューの右側のタブをクリックするとすぐに取り出して使うことができます。こううい感じですねこんな感じでちょっとざざっとやっちゃったんですけれども非常にリアルなテイストのブラシを作ることができました。 フォトショップブランドになったこのスケッチなんですけれども、非常に要望の多かった部分で、ですねこちらからもともと持っている機能で、このモバイルで行ったこのアートワークを、ですねそのままフォトショップに送る、あるいはイラストレーターに送信するという機能がございました、こちらでイラストレーターにちょっと送信しつつ、ですねマッ c の画面に切り替えます。 で従来通りですね、イラストレーター側でまあ受け取れるんですが、えー、このような形できて、えーまあ、あのこれまではですね、これをリファレンスにして、えーまあ、ご利用いただけるビットマップの形できていたんですね、えー。今回ですね、イラストレーターがアップデートすることによってこのようなメニューが追加されております。 スケッチラインアートをパススに拡張すす。るという機能ですこれは今スケッチから送りましたけれどもアドビーイラストレーターラインあるいはです、ね、このスケッチから送られたデータをパスまで拡張というふうにしてあげることによってです、ね、このビットマップデータをパスにしてさらに編集をしていくと。 えー、つまりモバイルアプリ、えー、単純にですねデスクトップの、えー、延長ではなくですね、えー、拡張ではなく、えー、そのまま連携してワークフローに組み込んでご利用いただけるようになったというシナリオ二つご紹介しました。はいありがとうございます、えー。いかがでしたでしょうかあのまずそのキャプチャーアプリですねあの今日あの Adobe c o カラーというものはお見せしていませんでしたけれども、iPhone を使って、もちろん iPad でも使えるんですけれども、現実世界にあるさまざまなそのアナログな要素のデザインですね、これをすぐさまデジタル化して、デジタル化したものはすぐにクリエイティブプロファイルを通じて、モバイルアプリケーション、デスクトップアプリケーションに利用できる、そして場所を選ばずアクセスができるということも非常に強いと思うんですけれども、まさにそのクラウド時代のワークフローというところの、えー、皆さんも感じていただけたんじゃないかなというふうに思います。 そして、このモバイルアプリケーション関連で言いますと、えっと、もう一つアド o マックスで発表がありました。それはこのクリエイティブ s d k というものですで。これはですね、6月の時点ではまだプライベートデータベータだったんですけれども、現在、パブリックベータになっておりまして、どなたでも無料でお使いいただけるようになっています。では、このクリエイティブ s d k は何ができるものなのかというとですね、先ほどご覧いただいたモバイルアプリケーションの機能の数々や、クリエイティブライブラリ a へのアクセス。 えー、さらに言いますと、えー、今日はお見せしてませんでしたけれども、フォトショップミックスという非常に強力な画像編集ツールがあるんですが、そういったものの,その画像編集機能の数々などを無償で、えー、サードパーティーのアプリケーションが搭載することができるというものになっております。すでに世界中で、この CreativeSDK を使ったアプリケーションがどんどんリリースされておりまして、例えば SnapWire などのアプリケーションでも、す、え、で、ー、にこの CreativeSDK の画像編集機能を使って、アプリケーションがリリースしているという,感じっていう形になっています。 なので日本でもまあ近い将来ですねこのクリエイティブ SDK を使ったモバイルアプリケーションがどんどん出てくることを我々期待していますそして次にご紹介したいのはデスクトップアプリケーションです 先ほどの,そのクリエイティブライブラリーでも十分強力な機能だと思いますが今回もです、ね、いろいろな機能がアップデートされております例えばドリームイーバーは待望の6 4ビット化を今回果たしておりますしインデザインではで、ね、EPUB の固定レイアウトおよびそれのインタラクティブ要素などなどが使えるようになっておりますが今日その中でも特にご紹介したいのがクリエイティブ・クラウド・エクストラクトという機能です。 これは6月の時点ではですね、まだプロジェクトパフェという名称でのベータ版だったんですけれども、これが晴れて今回製品版となってリリースされております。で、このクリエイティブクラウドエクストラクトを使った何がいいのかというとですね、あえてこれ誤解を恐れずに申し上げますが、Photoshop がなくても PSD ファイルの閲付からウェブデザインをサクサク進めることができるという非常に強力な機能になっています。 これも100分は一見しかたと思いますのでじゃあ中尾さんのほうからデモをお願いしたいと思います。了解しましまた えーっとですね。えー、まあこのあのプロジェクトパフェ改めですね。エクストラクトなんですけども、この夏にクリエイティブクラウド上のですねストレージのサービスの中の一つとしてまず登場しております。で今回、えー、まあフォトショップそしてドリームイーバーのアップデートという形で入ってきております。えー、画面はフォトショップなんですけども、えー、こちらですね。エクストラクトというとですねちょっとわかりにくいかもしれませんが抽出するということです。えー、フォトショップの中には、ね、アセットを抽出というですね、えー、メニューが新しく追加されて おりますこれを選ぶことによってこのフォトショップ上で,です、ね、ウェブデザインをした後にですね、スライスしていくようなこういった画像データというのをです、ね、抽出するということができるようになっているんですがフォトショップの部分はですね、午後のセッションでじっくりご紹介したいと思います。 えー、このエクストラクトですね、えーまあ、クリエイティブクラウドのこ、えー、こういった、えー、これはストレージを今見ているところですここに、えー、単純に PSD ファイルを上げていただくだけです、上げていただくとですねこのような形で、えー、エクストラクト、えー、もういろんなものを取り出していくということが可能になりますサムネイルが見えるだけではないんですね性的なプレビューではなくて動的なプレビューになっておりますので、えー、この右側、ちょっとご注目いただきたいんですがさまざまなスタイルという形でこのウェブデザインの中で使われているスタイル シートになっております。どういうフォントが使われているんだろう、あるいはですね、どういう色が使われているんだろうという形で確認、あるいはですね、グラデーションが使われているということがご確認いただけるかと思います。もちろんそれだけではございません。ここで、この例えばこの部分をクリックしますと、スタイルのパネルの方に、 瞬時に CSS がもとあの抽出されたわけですね。ここからコピーして自分の好きなコードエディターに持っていってそのまま使うことによってこのウェブデザインを忠実にコーディングしていくということが可能になっていきます。こういったグラデーションの部分なんていうのはですね非常に複雑でかつですねうまくこう忠実に再現するのが大変だったわけですけれどもこんな簡単にもう。 引っ張ってくるということが可能です。えー、ライブなフォトショップデータですから、えー、レイヤーのところをクリックしますと、えー、このような形で、えー、レイヤー、えー、表示非表示ですね。編集は行えないんですがその中にある要素は全て取ってくることができます。えー、また、えー、この中から、えー、アセットを、えー、書き出していくと。 いうことも可能です。この画像を PING、ね、あるいは JPEG、あるいはですね、パスデータであれば SVG という形でも書き出せるようになっております。 こ、はい、ここはこの夏にリリースしたエクストラクトおさらいということになるんですが今回、これがドリームイーバーに入ってきたというところをですすねご紹介しますドリームイーバーに入ってくることによってドリームイーバーの中にですねこのエクストラクトというワークスペースが1つ追加されております右上になります。 で、こちらに切り替えますとこのエクストラクトというパネルが出てきます。これもクリエイティブクラウドストレージにそのままドーンとつながっているパネルになっておりましてあるいはですねローカルからあのドラッグアンドドロップで入れることもできるんですけどもこちらでこのプロジェクトを開けてみます。 すると、先ほどブラウザでお見せしたのと同じ、ことがですね。このパネルの中でできます。スタイルを確認したり。レイヤーを確認したり、あるいは選んで、画像を抽出する、あるいは CSS をコピーしてくるということができます。でも、このままだったら、まあ、ドリームイーバーと、えー、フォトショップ、えー、ごめんなさい。えー、と、ドリームイバーとエクストラクトサイドバイサイド。こう並べているのと変わらないわけですね。えー、ドリームイーバーだと、ここまでできるぞというのをちょっとご紹介します。えー、ウェブのですね。基本的なフレームをもう組んでありますので、ここに。 出していきます。で、二、えー、つほど抽出していきたいと思います。まずですね、ここにグラデーションがあります。グラデーションを持っていくのちょっと大変です。えー、ちょうど該当するのがですね、このドリームイーバーの中のライブビューの中でですね、この緑の部分ですね。こちらをちょっと選びます。で、ここのコードはどこにあるんだということでコードへ移動します。はい、ありました。 ででは、えー、これをですね、まあ、コピペっていう方法ももちろんありますが、えー、ここでコードを書き出そうとすると、えー、こうコードヒントが出てきました、えー、この中で、えー、こいつじゃねえのっていうのを選びます、はい、もうグラデーションがそのまま抽出できてますよね、えー、ダブルクリックしますわっ、はい、<laughs> というところなんですけどね、えー、もうあっという間にこうやって持ってくることができます。 えー、もう一ついきましょうかヒーロー画像、えー、こちらをですね、えー、持っていきたいと思います。これも、えーまあ、あの自分の望みの形式で保存しておいて、えー、ドリームウィーバー側で、えー、差し込んでいくということになるんですがいくつか方法はあるんですけども、えー、最もシンプルで簡単な方法を取りましょうドリームウィーバーですね最新のドリームウィーバー、えー、ライブビューの中で直接編集ができるようになってますので、えー、このヒーロー画像をここに持ってきます。ここかなここかかななという形ですね でここにしましまょうというとといころで話しますで、えー、ここで、えー、今、ピングのまま持ってきてますけどあれあの例えばですね、えー、JPEG という形で、えー、変更しましてどんとあっという間に持ってくることができるどうですあのウェブの制作の方いらっしゃいますでしょうかこれもうワークフローが根本的に変わります、これフォトショップがなくてもできちゃうわけです。 デザインとです、ね、コーディングの壁をもう完全に取っ払う、全く新しいワークフロー,、えー、非常に革新的なエクストラクトをご紹介しましたはいありがとうございました。 いかかがでしたでししたょうか、えー、とじゃあプレゼンの方にあのこのエクストラクトですけれども多分今、多くのウェブデザインをされている多くの方々は実際、フォトショップでデザインカンプを作ってその後です、ね、もスライスしまくって何十ものファイルを生成してデザイナーさんに渡すというそういうプロセスがまあ一般的だと思うんですけれどもそのプロセスを丸ごとすっ飛ばしてウェブデザインにいきなり入れるというです、ね、非常に強力な機能ですのでウェブデザイナーの方々は今夜からでもぜひ使っていただきたいというふうに思います。 さて最後にご紹介したいのはタタッチインーーフェースに対すする取り組みです先日の AdobeMAX ではマイクロソフト社のです、ね、CEO 様をお迎えしまして Adobe とマイクロソフトがです、ね、今後そのタッチインターフェースつまりキーボードやマウスがないデバイス上でどのようなクリエイティビティをユーザビリティを実現できるのかということについて共にです、ね、協力して進めていくということを発表しております。 冒頭の,そのスマートフォンやタブレットを使ったデモンストレーションでも言えることなんですけれども現在我々の身の回りにはですねそのキーボードやマウスがないしかも非常に強力でパワフルなデバイスというものが日々増え続けています。でここれれらはは間違いいなく制作プロセスののの中に取り入れるるととがででできると思いますす今回はですねその パソコンですね Surface Pro 3を使ったタッチインターフェースのデモというのですね今回のアップデートでイラストレーター CC にですね実装しておりますでそのイラストレーターのフル機能をマウスやキーボードなしでどうやって使うのかというところをじをデモでご覧いただきたいと思いますじゃあ中尾さんよろしくお願いします、はい、えー、っとですね、画面今ですねこれえー、っとカメラの映像も出していただけますかはい、えー、Surface Pro 3上でですね はい、えー、Surface Pro 3上で動いている最新版のネイティブのイラストレーターです Surface Pro 3、当然のことながら Windows をベースにしたプラットフォームでございますのでネイティブの、えー、イラストレーターはそのまま動くわけです、えー、ただですね、ここにございます Surface Pro 3に、えー、付属しております筆圧感知型の非常に正確な、えー、ペン、えー、そしてこのタッチという部分をですね、えー、取り入れて、えー、私たちはですね、えー、タッチワークスペースという、えー ものをですねイラストレーターの中に今回入れております。では早速切り替えたいと思います。ここはとても活かしてます。キーボードを外してみたいと思います。はい、いやいや切り替わったのわかりました。 すごくです、ね、シンプルな、えー、ユーザーインターフェースに切り替わっております、えー、これがタッチワークスペースです。えー、右上のです、ね、ボタンをタッチすることによって画面を切り替えることもできるんですが、Surface Pro 3ならキーボードを外すだけでこの画面になってくれます、えー。ボタンが大きくなって指でタッチしやすいジェスチャー操作に対応しているというところです。えー、ですので、えー、例えばあのピンチイン拡大・縮小するときです、ねえー、あるいはです、ね、こうやって移動すると。 とといいうここでですすねジェスチャーで行っっててただくことが可能になっておりますもちろんですね、ジェスチャーだけではございません、基本的な描画というのをですね3つほどご紹介したいと思いますけれども、非常にイラストレーターでよくやる、基本というか、ですねという部分をですねちょっとやっていきたいと思います。イラストレーターに新しく追加されたこの曲線ツール。 そして、このペンの組み合わせで、えー、そうですね、ハートを書いてみたいと思います。えー、この曲線ツールに持ち替えて、ペンでタップします。そして、2つ目、するとですね、こういう曲線のプレビューが出てくるようになります。えー、次、ここですね。で、ここで切り返しのポイントでございますので、ダブルタップします。 従来はここで必ずキーボード操作が必要だったんですよねそ,すそれも右手のペンだけでできてしまうというところにちょっとご注目いただければと思います何のショートカットもですねい、えー、りません、えー、ここでダブルタップとタップで終点で、えー、閉じてみましたこんな感じですねあ,あ、閉じてませんでした、ね、ちょっとお待ちくださいもっともう一回書いてみますねよいしょ。緊張すると少し手が触れるもんですね簡単な、えー、ハートが、えー、書けるんですけどもよいしょ <で>上の曲線通路をもう一回クリックしたほうがいいですね。そうですねという操作もすべてペンダけでてきてしまうというです、ね、<laughs> そうなんです、はい、あの何の持ち替えも必要なくてですね。よいしょ、あ直線になってなかなかうまくいきませんね、えー、私も緊張するんですね。<laughs> かか変わりましょうかなんとかしたいですね、えー、ちょっと待ってくださいね。 はい、行きましょう。トントン。ちょんちょん。ちょん。ちょ。ちょっといびつですけど、ね。喋れない方がこうリズミカルにいきますね、はい。そうですね。はい。<laughs> 失礼しました。はい、できました。えー、っとですね、えー。色もつけてみたいと思います。えー、こんな、カラーパネル。ああ。<laughs> こんなカラーパネルになってまして、えー、色を消して。 できましたで、このハートなんですけども今度はジェスチャーで大きさを調整してみたいと思います、このオブジェクトを選んだ状態でピンチイン、ピンチアウトしていただくと自由に大きさを決められますし指一本でこうやって移動していくと結構、です、ね、指汗かいちゃってるん、ね、で,ですね、回すと回転します。 本当に直感的にオブジェクトをもうタッチして操作していくということが可能になってます。はい、えーっとですね。次はですね。ちょっと基本的な丸と線を組み合わせてロゴデザインというのを書いてみたいと思います。えー、っとですね。ツールえー、はい、えー、これでですね、えー。丸をちょっと半径の異なるえ、3つの丸を書きます。 で直線を引くんですが直線を引く方法っていろいろあるかと思うんですが、えー、これ、皆さんおおどろ驚いてください。<laughs> えっとですね、なんとです、ね、タッチスライドがイラストレーターの中で使えるんですねサーフェスプロ3であればです、ね、こんな形で、えー、直線を描画するときにスライドを読んできて、えー、線を引くということが可能になっております雲型定規もありますね。そうなんですねよいしょ <laughs> 手が滑ります。はい。これでちょっと線を引いてしまって、で、えっ、ー、とこれをですね、まあ綺麗に並べたいんですけども、えー、全部選択します。選択しまして、右の縦列に、えー、いろんなツールが並んでおりますが、えー、これが、えー、タッチワークスペースの整列ツールになってます。はいこえー、どこに並べるんだろうと、ね、こういうふうに選んでいただいて、上にピッと並べたりとかですね。 あの12個ぐらいこうボタンありましたよね、う、えーんって頭の中でこう、あのー、こう想像しながらやってたんですが、これも本当に直感的に並べるということが可能になっています、はい。でですね、ここで、まああのー、新しいツールではなくて、ですねおなじみのツール、シェープ形成ツールをちょっと呼んでいきます。 でえー、これで、えー、ペンとの組み合わせでどのようになるかというのをちょっとご覧ください赤を選びましょうで、えー、こんな感じで、えー、よいしょつないでいくということができますはいどうですかねで型抜きに切り替えまして、えー、このペンを使ってスワイプするだけでもう本当になんかこれまでとちょっと ない操作感なんですけどこんな感じで線を消してあげると簡単なロゴデザインというのが完成しますという感じで操作いただきます。もう一つ、この筆圧感知型のペンを使いますとブラシツールに切り替えますが筆圧に応じた線というのを引くことができます。 だんだん力を入れていくと、こんな感じの線になっていくわけですね。はいで、えー、これまあ、これを使いまして、ちょっとこの葉っぱをですね。描き足してみたいと思います。少し、えー、ペンを細くします。で、えー、葉っぱ描きます。まあ、こういう時いいですね。手がちょっとですね。緊張して震えている時え雑ですね。えー、はい。 わざと雑に書いてるんです実は、ですね、えー、紹介したいツールがございます、えー、このブラシメニューから、ですね右端になります、連結ツールというですねユニークなツールです、これでパスの端点、えー、この全然つながったり交差しているところをですねなぞってあげると、どうでしょう、パスに応じてつなげてくれるというツールです。 出たとこ, <laughs> こんな感じで、えー、ささっとですね、えーまあ、あの思うままに書いて頂い,いてアートワークに仕上げていくということが、えー、可能になっております。えー、色をちょっっとと塗てて仕上げいいいきたいと思いますけれども まああのー、今、すごく基本的なというかです、ね、難しいことはあまりやってないんですけれども、えー、いつも皆様がお使いいただけるイラストレーターがこのペンとタッチ操作でどのようになっていくのかというのをです、ねえーまあ、見ていただきたく、えー、ちょっと書いておりますが、えー、芯の部分をです、ね、あとは引いて、えー、仕上げると、はい、出来上がりました。<laughs> こんな感じで,です、ね、全く新しいです、ね、感覚で、えーまああのー、イラストレーターがです、ね、これまで僕が今使っているイラストレーターとはちょっと違う感覚でご利用いただけるようになっておりますサフェスプロ3がです、ね、登場することによって、えーまあ、このスタジオで行っていたワークをです、ね、外に持ち出せるようになったと、えー、加えてです、ね、このタッチとペンを使って全く新感覚のです、ね、イラストレーターをです、ね、ぜひ皆さん体験いただきたいというふうふに思います。 はい、はいありがとうございますじゃあ、ちょっとプレゼンの方戻していただきまして、ですねあのちょっと結構面白いユーザビリティだったのがお分かりいただけると思うんですが、あの日本でもですね、Adobe と Microsoft さんまで協業しまして、このタッチインターフェースでどうクリエイティブクラウドを使っていくかというところのセミナーを開催していく予定がございますので、そのあたりもご期待いただければと思います。 さらに申し上げますと、今、まさにそのイラストレーターというツールで、最初にこういう実験的なユーザーインターフェースを追加しましたが、今後、さまざまなアプリケーションで、それぞれのアプリケーションに合ったです、ね、タッチインターフェースというものを作っていきたいというふうに思っておりますで。そんな将来の世界ってどんな感じなんだろうねっていうコンセプトビデオがありますので、こちらをご覧いただければと思います。 期待いただければというふうに思いますさて今回の Adobe Max ではですねとても多くの発表がありましたデスクトップアプリケーションは進化しそれからクリエイティブプロファイルですねこれを通じてクラウド時代のまワークフローというものを実現しそしてこのタッチインターフェースなどの新しい取り組み非常に多くの発表がありましたこういったものを皆さんご覧いただきまして何か新しいことをやってみようというきっかけになれば幸いだと思っております